こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はこちら、ちょっと発売から遅れてしまったのですが、メイベリーニューヨークからリップフラッシュビッテンストロボというもの出たと思うんですけど、これがもう可愛いと思って絶対ゲットしてやると思ったので買ってきました。これが一つ1400円だったんですけど、私はこれはロフトで買いました。で、その中でも気になった2色を買ってみました。私が買ったのがこちらがビッテンストロボ PK1 ピンク1番、こちらがピンク、こちらがビッテンストロボレッドの1番を買ってきました。レッドの方がモデルさん使用色がこちらのレッドのお色だったので、これすごいモデルさんが可愛かったのでちょっと買ってみました。まずはピンクの方を塗っていきたいと思います。こちらの3色入ってるリップなんですけど、まあいいですね、ほんと SNS 映えしそう。これでも本当になるのかなっていうのが疑問なので、と実際にもう早速塗ってみたいと思います。ドキドキする。やってみようって早速思ったんですけど、どうやって使ったらいいかわからないのでネットをちょっと見てみました。この上の水色の部分がハイライトカラーで、こちらの真ん中の部分がブレンドカラーといってなじませカラーらしいです。で、この一番下のお色が血色感カラーといって、これが多分血色を出してくれるものなのかなって思います。で、使い方がこの水色の部分を上にして塗っていくらしいです。ちょっとやってみます。ちょっと真剣になるから顔キモいかもしれない。まあいつもキモいけど、ちょっとキモくなるかなり。今上唇塗ったんですが難しい。しかもちょっとこれ使った後に SNS に上げてしまうと、ちょっとなんかかなり使った感が出てしまうので、もし SNS にアップしたいなっていう方は使う前に上げるのがいいと思います。しくったで、反対はこちらのこの水色の部分を下側にして塗っていくらしいです。おー、下は簡単、下は塗れました。しっかりと、かなりこれ練習必要だかもしれない。こちらのピンクのお色はそんなに思ってたよりもお色はがっつりした感じは出ないかなっていう感じがします。本当に内側にちょっとじゅわっとピンクが血色がある感じになりますね。なんか結構もう少しがっつりしたピンクなのかなっていう想像はしていたんですけど、そんなにがっつりしたピンクでないので、がっつりを求めてる方はちょっと物足りないとは思うんですけど、かなり馴染んでくれます。こんなイメージです。こう水色の部分は水色に発色しないで、ただこうシアーな感じの透明な感じに発色します。なのでちょっと潤いのある唇になってくれます。はい、ではお次に赤の方をレポしていきたいと思います。赤の方がなんかこう写真映えはしそうだなっていう感じがしますね。ちょっとどんな発色か実際に塗っていきます。この内側の部分は赤をこうちょっと塗った方が、上の方がグラデーションリップになりやすい。今上唇塗っているんですけど、赤の方が結構発色します。今赤なんですけど塗ったんですけど、赤可愛いです。本当に分かったんですけど、一回こういう感じで水色を上にして塗って、その後に色をつける一番下の部分をちょん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 って内側の方に塗っていくと、グラデーションリップが作りやすいってことに気づきました。この赤リップの方はどぎつい赤っていう感じではなく、やっぱりこの水色とピンクでちょっと少しなんだろう、赤が緩和されるじゃないけど、ちょっとクリアを混ぜた感じの赤になって、すごい赤は綺麗なグラデーションリップができた。ピンクはちょっとなんか私のやり方が下手なのかもしれないけど、あんまりグラデーションリップっていう感じではなかったんですけど、赤はすごいです。さすが可愛い赤。なんか今までグラデーションリップすごい苦手だったんですけど、これなら簡単にグラデーションリップが作れました。で、まってやってあげるとよりちょっといい感じなリップができます。すごい私的にピンクか赤かどっちが好きって
言われたらやっぱり赤の方がグラデーションリップになったので赤の方が好きかなっていう感じはしますね。はい、では今日はこちらメイベリンの新作のリップを2色レポしていきました。はい、ちょっとねレポをしっかりとこれからも頑張っていきたいなと分かりやすく伝えたらなと思います。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。